実はここつまむだけで高血圧高血糖夜間頻尿一瞬で解消する方法を紹介しますので是非一緒にやってみてください軽軽く軽く揺らしていきます強くする必要はないですから軽く横方向に揺らしていきます。 鎖骨の下というのは胸の筋肉が集まっているだけではなく鎖骨の下をたくさんの血管や神経が走っていますからここの部分硬くなってしまうと猫背巻き型の原因となってしまいますはーいでは逆側も同じように揺らしていきます揺らして揺らしていきます 軽く押すと痛気持ちいいなというのを感じることができると思います。なので、少し軽めに強くしすぎてしまうと筋肉が硬くなってしまったり、左右交互にすることによって左右の差というのを感じることができると思いますので、ゆっくりゆっくりやっていきます。 はーい。ではもう少し上に上げて、ちょうど鎖骨の真ん中の部分を軽く揺らしていきます。軽く軽く揺らしていきます。 ここら辺の筋肉が緩んでくるとお腹がキュルキュルってなってくるなぁというのを感じることができれば上手にできている証拠です。自律神経が整ってリラックスできている証拠となってきますから軽く軽く揺らしていきます。はーい。では逆側も同じように鎖骨の真ん中の部分揺らしていきます。 揺揺らして揺らししてていきます。少しずつで大丈夫ですよ。強くする必要ないですし、このマッサージの方法は寝ながらでもできると思いますから、ゆっくりゆっくり、一つずつゆっくりゆっくり揺らしていくことによって、筋肉を緩んできますし、手があったかくなってきたなーっていうのを感じれると思いますので、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。 はーいではそのまま手をずらしていただいて鎖骨と肩の真ん中の部分ポコンとへっこんでいる部分あると思いますそこの部分を軽く揺らしていきます軽く軽く揺らしていきますここは肩甲骨からくる右向突起というものがついていたりとか肩が痛くなるよ五十肩四十肩の原因になるような 部分が集まっていますから血流を良くするだけではなくしっかり肩の位置も整いやすくなります軽く軽く揺らしておきましょうはーいでは逆側も同じように揺らしていきます揺らして揺らしていきますちょうどへこんでいる部分ですねわからないよっていう方は首を 少し曲げていただくとへこみが出てくると思いますのでそこの部分を軽く軽く揺らして揺らしていきますそうするとこのデコルテのラインが少しずつ出てくるなというのを感じれると思いますそうですそうです はーいではですね次はこの鎖骨の内側部分ですねここを軽くつまんでいきましょうつまんでつまんでいきますここつまんだらですね少しずつ鎖骨の流れに沿って でつままんでいきますそうすると筋肉と神経の間の部分皮膚の間の部分の老廃物しっかり流れていきますから血圧が下がりやすくなりますまた食べ過ぎだったりとかの血糖値というのも落ち着いてきますからゆっくりゆっくりつまんでいきましょうはーいでは逆側も同じようにつまんでいきますつまんでつまんでいきます そのまま上方向に、鎖骨に沿ってつまんでいきます。そうです、そうです。そのままゆっくり、ゆっくりつまんで、つまんでいきます。そうです、そうです。少しずつ暖かくなってきたなぁというのを感じれると思います。ゆっくり、ゆっくりつまんでいきます。 はーい。ではですね、この状態ができたら、軽く筋肉が動きやすい状態を作るために、くるくる胸の前をマッサージするようにしていきます。くる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 。軽く円を描くように、胸の前を回して、回していきます。軽くで大丈夫ですよ。強くする必要ないですから、刺する程度ですね。 そうすることによって少しずつあったかくなってきたなというのを感じながらやってください。筋肉自体も緩んで血管自体もしっかりと血液が流れる状態作ってあげます。 では続いては胸の前のところに斜めにこのように手を置いていただいて軽く手を回していきます腕回して回していきますちょうど肘で円を描くようにぐるぐる回していきます軽くで大丈夫ですイメージとすれば後ろにたくさん引いてあげるよというふうにすると 肘がきれいに円を描くようにできますからそうするとこの猫背巻き型だったものが少しずつ胸を張れるようになってきますからゆっくりゆっくり無理のない範囲で動かしていきます。 はーい。では逆側も同じように斜めに手を置いて、くるくる回していきます。くるくる、くるくる回していきます。この時にパキンっていう音が鳴ったよーっていう方も大丈夫です。ぐじぐジっていう音が鳴る方は無理にしなくて大丈夫なので、少しずつ自分のできる範囲で円を描くように、ゆら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 、ゆらしていきます。 そうですそうでですすそそのままゆっくりゆっくり動くようになっていくと体があったかくなってくるのを感じれると思いますはーいではですねその状態でこの鎖骨の下の部分ですね手を置いていただいて首をぐーっと上に上げていきます首ぐーっと上に上げて横に揺らしていきます そうすると顔への血流も一気に上がってきますからシミ、たるみほうれい線の予防改善にもつながってきますから横に横に軽く動かしていると手の部分で鎖骨が動いているなというのを確認できると思います。 そそうですそうでですすいい感じですね。そのままゆっくりゆっくりです。はい、では胸の前に手を置いてそのまま大きく深呼吸していきます。鼻から息吸ってでゆっくり口から吐きます。鼻から息吸って口から吐きます。鼻から息吸って,口か,か吸って口から吐いて。 鼻から息吸って、口から吐く。鼻から息吸って、口から吐く。鼻から息吸って、口から吐く。 はい。ではですね、肩の部分を軽くさすっておきましょう。軽く左右さすっておいてください。軽くで大丈夫です。手の重さで下に下に下がっていくようなイメージで、ストーン、ストーンと下ろしていきます。それだけでも手があったかくなってきたよっていうのを感じれると思いますから、軽く、軽くやっておきます。そうです、そうです。そのまま軽く、軽く下方向に 流して流していきますそうですそうですはーいではですね続いてこの手のですねこの親指側の部分を持っていただいて手を外に外に開いていきます開いて開いていきますそうするとここの筋肉硬くなってしまうと内側に入りますからこの巻き方になるのが癖になってしまいますので外に外に開いておくというのが大事になります ちょうどですねこの真ん中の部分ですね。持ったまま外に外に開いていきます。そうすると、この鎖骨の部分から手の先まで筋肉が連動して動くようになりますから、外に外に。はい、では逆側も同じようにやっていきます。外に外に動かしていきます。 そうするとですね、この二頭筋と言われる腕の筋肉も一緒に動いているなーっていうのも見ていただくと分かると思いますからこのようにここ触っていても連動して動くというのが上半身の筋肉になりますからしっかり動いていくとこの鎖骨の部分も触っていただくとあ一緒に筋肉動いてるなーっていうのを確認できると思います。 そうですすそうで,すはいではですね軽く後ろに後ろに手を動かしておきましょう後ろに引っ張りながら胸の前で手を叩いていきますそうですそうですこここうすることによってのの胸の筋肉は 内側外側に動く筋肉となりますから大きく大きく動かしてあげますこの時も痛くしなくて大丈夫ですからできる範囲で開いて閉じて開いて閉じて軽く軽く動かしていきます はいでは手をバラバラバタ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 としておきましょうバタ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 軽く軽く力を抜いてバタ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 しておきます そうすると指の先までしっかり血流流れていきますからこうすることでですねこの腕の筋肉と足のふくらはぎの筋肉遺伝的につながっているよというふうに言われますからトイレに行きたくなることだったり寝る前にしておくことによって夜間頻尿を改善するなんていうことも起こってきますからぜひ一緒にやってみてくださいどうだったでしょうかだいぶ上半身がスッキリしたりとか手があったかくなったよというのを感じ ででできるのではないでしょうか他にも小指をつまんで夜間頻尿を解消する方法や耳をつまんで老眼を少しずつ解消する方法など紹介してますから是非参考にしてみてください。それではまた明日バイバーイ